兵庫も雨がすごい。雨すごいんですが、山陽新幹線はですね、九州方面かな、新下関方面は止まってるんですが、大阪の方はね、今日は動いてるらしいので、今日新幹線で大阪に向かいたいなと思っております。新大阪行きは約1時間10分遅れて2番乗り場に到着の予定です。1時間10分遅れて新幹線が来るということで、もうちょっとしたら来ると思うんですが、結構待ってますね。やっぱこういう電車が遅れたりするときは、駅員さんがね、大変そうでしたね。なんか対応に追われてる感じで、そこまでお客さんがいる駅ではないですけど、それでもなんか大変そうだったんで、昨日もでしたからね、昨日もだし今日もだし大変なんだろうなと思います。お客様にお渡りいたします。7時27分発光590号西の坂行きですが、現在隣の徳川駅を出発いたしました。7時27分発光592号西の坂行きですが、乗ってた新幹線がですね、岡山で止まるってことになったみたいなんで、乗り換えです。この辺でいいかな。もうめっちゃ並んでた。
言われるとこになりました。目だ目だ隣にこの子の波が降りてます。隣が通れてる電車はナンバー先端の方へ中丸です。ということで、朝8時からですね来てますが、今12時過ぎかな、ようやく到着しました。ここですね、ここで展示会があるそうなので行ってみましょう。公式にここまでいろいろつけてるとこってないですよね。多分見たことないですよ、これ。あと僕なんか、ぜひ作ってもらいたいのが、これが多分真ん中外れるようになってるんですよ。で、外れて、なんとか、6000円、7000円ぐらいで作れれば。はい、今ですね、展示会終わりまして、帰ってるところです。ちょっとね、見せられるものがまだあんまりないんで、展示会の中っていうのはですね、撮影してないんですけども、まあ、どんどんですね、面白いものが出来上がってますので、またお楽しみにしてもらえればなと思います。帰ろう。Thank you for riding with Osaka Metro today.
2番線停車中の電車は当駅様に対象の電車です。ご利用いただけませんので、ご注意ください。チェックの中央にお乗りください。はい、ということで今回はですね、大阪の展示会に行ってきました。
スケーターさんとはですね、いろんな商品開発してまして、まだですね発表できないものっていうのがたくさんあるんですけども、それもまた楽しみにしていただければなと思います。ということで今回はスケーターの展示会に行ってくるの会でした。それでは。